さあ今日のスポーツガッツリートはスペシャルゲストをお迎えしております。昨日ですね、今シーズンを終了しましたサッカーアルビレックス新潟から高木義明選手と伊藤亮太郎選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にすごいシーズン、感動をたっぷりもらいましたよね。ありがとうございました。はい、シーズン終わってほやほやですけれども、高木選手今の心境いかがですか？いや本当に優勝できて、はい、ほっとしてます。ほっとしてます、はいはい、伊藤選手どうでしょうか？そうですね、優勝できてほっとしてます仲良しですね。ほっとしますよね、はい、今日はお二人オフで、はいはい、ゆっくりされました？ゆっくりしました、ええ、伊藤選手聞いたところによると、はい、久しぶりにラーメンを食べたと。あ、そうです、ラーメン食べました、ちなみにどこでどんなラーメンを？古町で、はい、青島食堂のラーメンを食べました。生姜醤油ですか？生姜醤油です。どうでした？染み渡り加減。いや、染み渡りすぎて、はい、ラーメン食べ終わるまで、自分がお腹いっぱいって気づかずにずっと黙々と食べてましたねご自身のご褒美だったんですね、はい、はい、一方で高木選手は9月に怪我をされて、はい、心配されている方も多いと思いますけれども、現状どんな状態ですか？いや、順調にリハビリは進んでいて、今歩くところからまた練習してます。はい、またじゃあ本当に一歩ずつ、第一歩目というような感じ、はい、もう一歩一歩やっていきます。はい、はい、分かりました。高木選手念願のシャーレをこう掲げたわけですけれども、いかがでした実感というのは？いや、本当に新潟に来てから、はい、夢に見た景色が見れて嬉しかったです。ビッグスワンの昨日の光景どうでした？いや、もう本当に超最高でしたそうですよねやっぱり何といっても今季のアルビ本当に強すぎましたよね本当にどん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 強くなってきましたよね。伊藤さん、何かこう裏話、チームの仲の良さの秘訣ってあるんですか？裏話ですか？ありますか？一個あって、はい、アウェーの岩手戦の勝利後に、コンビニに立ち寄って、栄太郎にちょっとカップ焼きそば、ペヤングをちょっと持って、それめっちゃ満面の笑みで写真撮らせて、はい、松田選手、そうです、はい、それを力さんがいないだろうと思って、スタッフ誰もいないだろうと思って、選手だけのグループラインに乗っけたら、まさかの力さんいて、一発目に力さんが怒りのスタンプで、A 太郎めちゃめちゃビビってました、ね、それでもほっこりする話もありながら、監督もスタンプでなんとかこの力ってくれるんですね。そうですね、もうそれがチームの雰囲気にすごいつながってる。いい雰囲気ですね。いい雰囲気感じますよね。なるほどね。あと結構周りの皆さんから私も声聞くんですけど、お二人のプレースタイルが似てると。このあたりどういうふうにこう聞こえてますか、高木選手？いや、似てる部分もありますし、はい、あと、まあ、若干違うところもありますけど、はいはい、でもお互い考えてることが似てるので、はい、私たちから聞いてるだけでもあれですので、はい、実はですね、昨日ビッグスワンでサポーターの皆さんからもですね、このお二人に聞きたい質問集めております。一緒にご覧いただけたらと思います。一番可愛い後輩は誰でしょうか？高木選手はお子さん2人いると思うんですけど、どんなパパですか？まあ、新潟に家を買ったっていう話を聞いたので、一番のポイントは何だったのかな、新潟にこう長くいてくれるっていうところの決め手は何だったのかなって。高木選手、リハビリ中に何か差し入れ、嬉しいものとかあったらぜひ持ってきますんで教えてください。奥さんの手料理で一番何が好きですか？1年新潟でやってみてどうでしたかっていうのは聞きたいですよね新潟に来て全然関係ないんですけど、好きな食べ物は何ですか？最高だね、行きたい、はい、お米って言ってほしいね、うん、どんな時に笑うのか教えてください。仙台戦がもうなんかかっこよすぎて、なんか覚醒したのかなっていう、なんかそういうきっかけがあったのかが知りたいです。試合のある日の朝のルーティーンとかを聞いてみたいですね。どういう風に朝起きて、どういうルーティーンで来て、どういう気持ちでビッグスワンに来るのかっていうのを聞いてみたいですね。はい、サポーターの皆さん、はい、ありがとうございます。いい質問ですね。本当にいろいろいただきまして、はい、ちょっとまとめましたフリップに。まず高木選手から伺ってもいいですか？はい、女性からいただいています。一番可愛い後輩はと。
いますか。いや、あの昨日点を取って33ポーズをしてくれた、はい、ミトちゃん可愛いなと思って。ミト選手、二十、はい、歳の二人も活躍しましたよね。はい、とも可愛いです。頼もしい後輩ですねさあ、こちらも女性から。あの高木選手、お子さんお二人いらっしゃいますけれども、普段はどんなパパですか。そうですね、なるべく優しく言おうと、なるべくやります。それで、まあ、サッカーをやってるので、あの一緒にサッカーしたりします。お父さんに教えてもらってるんですね、サッカーを。教えてます。上手くなりそうですね最高ですね、羨ましいですね。怒ったりもしますか。怒ったりもします。時にはっていう、ね、時にはしっかり。はい、わかりました。どんどん行きましょう男性から。これ気になりますよね。新潟にマイホームを購入されたと聞きました。その決め手、一番のポイントは何ですか。ご飯が美味しくて、人が温かいところです。決断したんですね。はい、これ嬉しいですよね。嬉しい言葉ですね。新潟県民としてはこれ以上嬉しいことはないですよね本当にね幸せです。そうですね。でもちろん、こちらも男性からいただいています。あのリハビリ中だと思いますけれども、差し入れ何がいいですかといただいています。これ本当に届くかもしれない。いや本当、何でも嬉しいですけど、はい、あの体にいいものが、体にいいもの嬉しいです。野菜とかですか。野菜とかでも何でも嬉しいです、はい、体にいいものをぜひ、はい、あの皆さんよろしくお願いいたします。でそして最後に、奥様の手料理一番好きなのは何ですかといただいています。うん、これもたくさんあるんですけど、はい、あの今はとにかく体にいいものをそこに食べさせてもらってます。で奥様も高木選手 の, その、ま、状況とか体に応じてちゃんとご飯作ってくれてるわけですね。はい、そうです。奥様の支えも強さの秘密ですね。わかりました。高木選手へのサポーターの皆さんからの質問でした。はい、さあ続いて伊藤選手。はい、新潟にいらっしゃって1年目でした。まあ、環境もそうでしょうし、あのサッカーの面もそうでしょうけれども、この1年どうでしたかと。いや、もうすごい充実してましたし、はい、あの、まあ、全試合出させてもらったんですけど、これどうですか。これはもう完全に寿司、はい、完全に寿司、もう海鮮ですね海鮮がとにかく美味しいですね。やっぱり違いますか、新潟も。全然違いますね。もうレベルが違います。本当ですか。今年のアルビーぐらいすごいですね格別ですね。なるほどね、はい、それぐらいやっぱり子が際立ってたわけですね、はいはい、ちなみに お好きなネタは。これはウニがすごい好きです。ウニ美味しいですよね、はい、大好きです。全般もうでも好きですもんね。全般好きですけど、もう特別あげるならウニですね。美味しいですもんねさあ続いて、これどんな時に笑うのか教えてとあります。これやっぱり皆さんクールなイメージを持ちなんじゃないですか。す、うん、いや、これ別に笑いますよ僕別に普通に笑うんで、ただ試合の時とかにちょっとこう、はい、あの感情を出すことありますけど、やっぱ点取った後も笑えますし、はい、やっぱその僕が笑う様子をぜひモバイル Z っていう会員の、はい、見ていただければ。モバイル Z ではいっぱい笑ってるわけですね。笑ってます、はい、笑いまくってます。ちなみにサッカー以外でどんなことをしてるのが楽しいですか。まあ、それこそだから寿司食べてる、寿司とか海鮮食べてる時とか、まあ、あと僕ゴルフがすごい趣味なんで。そうですか。あのゴルフしてる時とにかく笑ってますね。見てみたいですね。お寿司屋さんかゴルフ場での伊藤選手のスマイルですね。はい、はい、はい、楽しみにしてます。さて、昇格を決めたこれ仙台戦ですよね。覚醒したんじゃないかという話もありました。ご自身の感覚どうですか。まあ、でもあの点2点取りましたけど、はい、まあ、それ以外のプレーはあんまりこう微妙だったな、自分の中であんまり良くなかったんで、まあ、でもやっぱ覚醒のきっかけっていうのはあの本当に昇格がかかった試合だったんで、うん、そういう時にあの強さを発揮するタイプなんで、それが良いかなと思います。芸術的なゴールでした。そうでしたね、はい、そうですね、はい、もう自画自賛ですよね。もうそれは間違いない素晴らしいゴールでした本当に。さあ最後です。試合の日、朝のルーティーンはありますかといただいています。まあ、朝のルーティーンは、まあ、強いて、まあ、1個だけあるんですけど、はい、あの僕あの柴犬2匹飼ってて、絶対あの1人ずつ1匹ずつ触ってから行きます。験担ぎなんですね。験担ぎですね。あの1回なんかどっかの試合で、はい、触るの忘れて家出ようとした時に奥さんに、今日触ってないよって言われて、もう一回触りに行きましたそれぐらいあのパワーもらえます。必ず触らないと出ていけない、はい、なるほど。そんなルーティーンがあるようですよ伊藤選手には。さあサポーターの皆さんからも、質問いただいたんですけれども、実はですね、あの UX にもですね、アルビが大好きなあの気象予報士がいるんですよね。はい、もう大好きですよね、はい、田中さんアルビが大好きすぎて今日はお二人に質問したいということですんで、田中さん、はい、ぜひ。いいですか、はい、じゃあまず高木選手から、はい、あの前半に黄色で後半に白のスパイクに変えてると思ったんですけど、あの理由を教えてください。すごい見てますねさすがよく見てます。見てますね、あの
皮が伸びてしまうのがすごい嫌で、それでこうで、あと気分も変えようと思って色も変えてます。あ、そうなんですね。やっぱ前半だけでも皮の状態が変わってしまうんですか。少しずつちょっと伸びてしまうので、それをこう変えてやってるのと、あと後半あの疲れてきた時に走れるように白いスパイクにしてます。理由があるようです。はい、ありがとうございます。次あの伊藤選手なんですけど、はい、あのモバールで、はい、あの水戸選手から、はい、なんで亮太郎くんなんて言ってたじゃないですか、呼び方。 はいはいはい、あれであの後輩からは亮太郎くんじゃなくてなんて呼ばれたいのかなっていうのと、あとサポーターからはこう呼んでほしいみたいなのがあれば聞きたいです。へ、亮太郎くんでもいいですけど、ただあの水戸は、はい、あの僕の同い年の矢村を、うんうん、ヤムさんで俺を亮太郎くんだったので、はい、そこにちょっとイラってきました。その差は何だろうっていう。亮太郎さんだろう。そうなんですよ、別に亮太郎くんはいいんですけど、はい、ちょっとヤムさんで亮太郎くんはちょっとえって差があるなって、差があるなと思いました、はい、なるほど。サポーターは亮太郎くんでよろしいですか。あ、全然大丈夫。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、田中さんでした、はい、さあ時間も時間ですので、最後にですね、まあ、来季は J1 で戦うことになります。お二人が新潟に残ってくれるということも信じて願って、サポーターへのメッセージをいただけますか。はい、はい、高木選手からお願いします。はい、僕はこれです。強くなって戻る。はい、はい、必ずリハビリして強くなって、前よりいいプレーを見せたいと思います。楽しみにしています。伊藤選手はどうでしょう。タイトルを取る思いはいかがでしょうか。やっぱり来年 J1 の舞台で戦うにあたって、はい、まあ、やっぱり残留っていう目標も大事だと思うんですけど、僕はタイトルを取りに行きたいなと思います、うん、そうですね、個人タイトルも含めてですね、はい、もちろんですね、私たちを応援するだけですね。はい、もでも期待です。楽しみです。今年は本当に感動を、はい、ありがとうございました。今日はアルビから高木選手、そして伊藤選手に来ていただきました。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。